ってみる、ちょっと一回。うん。消すとどんなもんだったら、これ。真っ暗で何も見えねえ。おー、幽霊さん。じゃあ、鑑識ライトだけで。あれ、鑑識ライト壊れた。合ってねえな。出力が合ってねえ。電池がダメだな、もう鑑識ライト。スマホのライト。こんくらいの明かりしか出ないよ。こんくらいの明かりしか。こんくらいの明かりしか出ない。かろうじてどうしちゃった鑑識ライト。このぐらいの明かりだと結構あれかな、幽霊も寄ってきやすい明かりだな、このくらいだったら。鑑識ライトも通常モードがあるから、気のせいかな。シルエットみたいなのが見えたような気がしたんだけど、気のせいだと思うかな。おかしいや、鑑識ライト。うん。初期不良だべ、これ。映んねえもん、これ。この距離じゃ、この距離じゃねえと映んねえじゃん、これ。トイレってあのトイレ？いや、でも電気のついてないトイレとか書いてあったんだけどね。いや、でも結構前の話でしょ。うん、結構前の話だと思う。電気ついちゃってる可能性あるよね。ちょっとそっち行っていい？いいよ。虫がダメだべ。いや、違う、小さいライトを出したい。お、待って待って待って。ん？何？トイレ、トイレ、トイレ。あれ、トイレ。いや、違うか。トイレに見えるけど、なんだろうね。あ、あれか、売店か。売店か。じゃあ俺ちょっと万坂口、居座ってるから、テンテンはあのトイレを調査するのだ。うん、分かった。ああ、うん。じゃあ時間はね、今11時55分だから、まあ、適当な時間に俺んとこに戻ってきて。分かった。なんだそれ。
何もない。なんか異常は起きた？いや何もない。何もない。水色に光るだけ。あ本当。うん。いや微妙だし、トイレずっと停電してるのもあれかなと思って。あ大丈夫か。怪しまれちゃう。まあ人は通んなかったけど。あそんな感じ。あと他に何かあったっけここ。え分かんない。スマホを貸してもらっていい。万坂口はこんなもんだね。で展望台行ったでしょ。展望台の、まあ、展望台はなんか特にあれなんだけど、でトイレは今テンテンが検証しに行ったでしょ。で万坂口意味不明な広場の茂みって言ったらもうここじゃん。万坂口のやっぱそうだよ、ここだ。うん、茂みみたいなあったで、意味不明な広場。うん。宮原口の上の森。宮原口の上の森。はい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 。宮原口の上の森ってどこなんだろう。地図出せる。ダメか。キャスがなんかもうキャスのさ AU が 2% しかない。あダメかも。充電をさ最初から刺した状態で始めなかったから AU ダメだな。上がってかねえな充電が。全然そうあの iPhone のは全然充電持ってるよ今。いやあのさっきのなんかあの、うん、ネットのなんか地図見てんの。なんだっけ上の森？何上の森って。牧場の丘行ったでしょ。うん。でさ なんだっけ。うん、上の森？上の森？宮原口、あ、宮原口のとこ行ってないじゃん。でとりあえずじゃあ一筆書きで右回りで行けば全部回れんべこれ。うん、そうなんだ。徹底的にここ撮影してやるわ。もったいねえからせっかく来たから。とは言わんけど、んえぐだぐだしてつまらんって言うんだったら、だったら生放送見なきゃいいじゃんって話。いやこのチャンネルはちょっと多分目的のものと違うチャンネルだから、動画見ればいいじゃん。そしたら編集されたさ、めんどくさいからそういうなんかわけのわかんない注文は。こっちに疲れてっからジュースくらい飲ましてくれよマジで。いんだけどマジで、どれ飲む？うん、何ですか？うん、コーラ。あ、コーラあるね。うん、高えなこれ。160円もすんだ。公園価格だから。うん、うん、だからつまらんってんだったら別に見なきゃいいじゃんって話。うん、見てくれて誰一人も頼んでねえし、まあ、うん、お呼びでないで。
YouTube だからこれぐらいで済んでたけど、これキャス1本だったら大変なことなんですよ。うん、あ、貴重ね、YouTube が公共放送だからね、あんまり不適切なことは言っちゃいけないっていうことになったりとか。あ、もうダメだ、キャス終わっちゃった。うん、キャスダメです皆さん。充電が 1% しかないから、ちょっとキャス終わり。キャスがね、ダメだ。うん、au がもう充電持たなくなってんな。うん、だいぶ使っていくな。ダメだ、au。ちょっと、もうちょっとしばらく au 充電させて、下またちょっとキャスの枠開くけど、もう多分ダメだな今日。そう、あの充電が切れちゃったんですよ、ごめんなさい。電波いいから別にあれなんだけども、 au のスマホが死にました。疲れた。ああ、ちょっとなんかグダグダさせてください。ちょっとグダグダさせてくださいよ。何、気温上がってない？上がってんね。ああ、一時的なあれだと。さすが、ちょっとグダつかせてください。少し歩き疲れちゃいました。転しながら、まあとりあえず意味のない広場つってるの、これも意味のない広場なんだよな。うん、でももう一個下の小さいあの広場じゃないかな。うん、多分そうだと思う。うん、なんか水分も中途半端だし。ちきしょう、マジでさ。あ、ここは違う、バーベキュー広場だ。バーベキュー広場なの。意味、うん、意味もない広場じゃないや、これ。意味のない広場じゃないです、これ。すいませんでした。意味のない広場ではなかった。意味のないグダグダ感をちょっとやりつつ、うん、とりあえず右回りで今度は、ま、ずっとぐるっと右回りで帰れんべこれ。はい、こんばんは、すどうも。何、何ど、DJ なんなんかすごい難しい。ナイキのマークさんでいいっすかもう。ナイキさん、ナイキさん、さっき切れてた。いや切れてないよ別に。いやつまんないんだったら、別に見なくてもいいっすよって言っただけだよ俺も。うん、に対して、うん、別に切れてないよ。注文されて動くものじゃないからね。優しいでしょ別に、名指しでやってなかったから、うん、まあ、これキャスだったらちょっと大変なことになってたけど、まあ、YouTube だからね、一応晒し行為とかそういうのは良くないから、 YouTube ではそういうことしません、二度と。うん、あ、すいません、アニマさん、スパチャありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。マジで蚊に刺された？蚊にめっちゃ刺された、あそこでずっとじーっとしてたから。ああ、
無比つける。ちょっとしばらく、ね、でもね、うん、なんか黒い影動いたよ。本当、うん、やっぱだからちょっと単品でいる方がいいかも、ね、そう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 、分散するのありでこれ、うん、動画組と、うん、生配信組で、うん、あのこれこのスタイルはもう僕は完全パクってますから、心霊キチガイさんの、うん、金子丸とジェイソンさんの、うん、あの2人でビデオカメラ回してるじゃん、だから生配信してる方とビデオ撮ってるだけの、うん、ああ赤い、それにつけると違う、うん、結構でもたっぷりつけた方がいい、マジですげえ刺された、もう赤いよ、赤い、私も肌が出てるとこだけ刺されてるからさ、もうやだもうこの季節はね、この季節やだ、で行くか、行きますかちょっとくるっと回って、うん、全体的にただの公園徘徊ただの公園徘徊になっちゃう、こっちには何だっけ、あ、俺 A 型です、ちょっと開けた、警察サーチ、USB がおかしいの？おかしい、なんか変な表示出てる、水没した、もしかして、あ、ちょっとか、うん、造園屋さんのあれだな、あ、これだな、なんか切った後だな、なんで切ったんだろう、分かんない、分かりません、想像にお任せしますね、近づかないでコナラの害虫を駆除するため薬剤による訓示を処理中だって、処理中、処理中、これ書いてある、木でしょこれ、害虫駆除だって、木を切ったんでしょこれ、うん、なんかコナラっていう害虫がいるみたい、え、コロナ、違う、コナラ、コナラの害虫か、オナラみたいだね、コナラの害虫、あ、コナラの木だよ、コナラの木、だから燻製で処理中、うん、5月から6月ダメだね、コナラってなんだろうね専門家じゃないからわかんないね、これよ、俺てっきりやったよ、なんかもう夜泣き石かと思っちゃっただったらもうちょっとまともなもので柵作るでしょ、こういうところ満載だぞ、熊笹まで入ってんぞ、熊いねえだろう、だっていないと思うけど、何この、この獣道みたいなの、これ、いや、それやばいっしょ、入ったら、あー、どうもどうも、こっちだね、道。
道はこっちだ。っていうかダブルライトになってるよ。え？ダブルライト。ちっちゃいのと。ああ、いや、ちっちゃいのと消すか。一丸目つけてるとき。うん。絶対ない。パンダいいのかな。何この木。わかんない。ぼっきり折れてんじゃん。え、こんな切り方しないで。そこら中で自殺があったっていうから木を回収した跡があったらそれはもうそうだよ。あ、でも根こそぎ持ってくんじゃないの。あ、でも根こそぎの場合もあるし枝だけの場合もあるし、うん、その時の警察官のあれにもよると。これとかそうじゃない。これああぽいね。これえ、これだってぼっきり折れてるよ。ほら切った跡あるじゃん。ほら、うん、ほら。はい、ひろきさんお疲れです。ほら、これとかもそうじゃん、これ、うん、木ごと回収したね、これ、うん、でここであったんだよ。ほら、これだってさ、なんか変な折り方してるしさ。だけど、大和の泉の森ほどではねえな。反応しねえ、バケタンが全然。あ、そうだね。でもっと、ま、大和の水、言えてねえじゃねえか、バカ野郎、うん、言えてねえ。あ、てんてんも継続サーチやってる。あ、切れてた。やんねえと。行き止まりじゃん。行き止まりで、どこでやりやすいんだよ、ここ。ほら、いや、そこ切り株で、切り株で、うん、ほら気持ち悪いね。そこら中だよ。何気に生い茂ってるもんね。そこら中。いや、なんかね、証拠保全のために持ってくらしいよ、警察が。あ、木ごと持ってく場合もあって言った。ちょっとしたちっちゃいやつだったら持ってくんじゃない、木ごと、うん、要は木とかにさ、こう他殺の場合も想定しなきゃいけないからさ、うん、こういうとこに指紋だとかそういう繊維片とかがついてたら別な人の、うん、他殺を疑えるじゃん、科捜研の。ああそうだね、科捜研の女、科学捜査班ね。科捜研の女ってこういう鑑識がこうやって見るんだ。これで監視係長、ここに指紋があります。繊維片がついております。他殺と自殺の両面で捜査するという真摯な指なんだかな。不自然な石だね。総研の女最近見てねえな。あんま見る時間ないでしょ。こっち行っちゃうともう全然怖くないです、ね、どこまでが本物環境公園なのこれ。わかんない。駒山公園ってあの湘南平の自殺の現場の木のはなんか公園の管理者が来てたけど、日ごと持ってっちゃったって、平塚警察署が、うん、あでもあれ出口だよ、もう。そうだね、もう公園の出口だ。なんか広場じゃない。気持ちいい。あ、草ぼうぼうだね。そうとしてるな。怖かったですかってさ。水飲みポイントがある。水飲みどこある。給水ポイント
生き返った絶対絶命都市静かにダウンローディング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 静かに通報される通報される、うん、そこ民家だから民家通報されてもいいけどね。いやいやいや出てきた時その住人がなんか出てきた時うるせえって言ったらおめぼるさよいやいやそういう問題じゃないそういうダメか、うん、よいしょまあこの当てもないこの公園さまようのつらいわうんだから黒倉川行こうと言ったじゃんいやあっちは違うでしょダメでしょ超釣り場所うんうん。なんか昔の自然をちょっと再現するために作ったみたい。うん。あ、こっちも階段あんだ。住宅街に降りちゃいそうだね。分からんけど。さあ、なんかここ噂によるとさ、旧日本軍の洞窟陣地があるらしいんだよ。あ、マジで？うん。場所わかんねえけど。うん。あるってな。この下だったら行けるの？いや、そこから見なくても階段あるじゃん。いや、ちょっと見させて。こういう岩肌が怪しかったですね。もう埋まってんじゃない？もしかしたら。いや、埋まってるだろ、これ。うん。落ちたら、はい、死亡って感じで、これ危ない、危ない、ね、ダメ、俺しか出ちゃダメ危ない、危ない手すりがこうなってる俺は別に落ちても平気だけど、こんくらいだったらこの高さだったら別に平気だけどいや、また機材飛んで、メガネ飛んで大変なことになるよ、怪我しちゃうこれ、地球人が落ちたらダメだよ、これはこれ、俺、サイヤ人だからここは大丈夫なんだよ、うん、サイヤ人だから私の戦闘力あ、これ、住宅街出ちゃうよ53なんですよ住宅街出ちゃう。住宅街出ちゃう。ここあれだね、うん、車が、うん、駐車スペースみたいな、ね、いやいや、で方向転換するんだってどこで繋がるのこれなんか住宅街でじゃあちょっとそこで待ってうんあ
地棚みたいなのも。なんだろうね。なんだかわかりません。なんでだろう。え、これ何？町。わかんないです。もうなんだかよくわかんないです。うわ、ゴキブリ。あ、ゴキブリがいる。いやいやいや、映さなくて。ゴキブリがいる。ゴキブリだ。町なんとか。うわ、なんか布かかってる。ああ、そんな怖いこと言う。釣れるよ、確かに。いや、そこ低いとこね。ん？低いところに、あの木に。ああ。探索辛くなってきたんだけど。何あれ、あのちょっと水飲み場廃墟化してんじゃん。いや廃墟化してるよ。うん、でこっち行く前になんかね、分け道に住んでるとこあんだよ。うん、うわっ、手形あったんじゃないの。え、なんかあったんじゃないの。いや、なんもない。いや、なに、いや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 、なんもない。早く逃げるぞ、早く逃げるぞって。蜂でしょ。え、蜂でしょ。蜂じゃない、ガだよ、ガ。ガ、あ、ガか。ガ、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 ガ。ちょっと明るすぎるんだよ、それ多分。4000ルーメンに映ってる。ちょっとビデオランプだけにしとけ。ガが、ハドクガみたいに嫌だとか。道になってないじゃん、こっちか。うわ、なんか蚊がいっぱいそう。真っ暗。あんまり道なき道行くとえべことになるぞこれ。大丈夫大丈夫。いやもうやだ、茶毒がだけはやだ。一回ただれたことあるから。うん、いや変な粉持ってるでしょ。そうそうそう、それなんだよ、それ嫌なの。あ、元の来た道に戻ってきたじゃん、ほら。あ、そうなんだ、これ。これまんまんまん、なんとか口。だから今、じゃあ、なんだっけ、ま、まんざか口、違う、まんざか口。意味のない広場って、こっちも意味のない広場じゃん、これ。まあね、猫がおくつろぎのとこだね。まだ猫ちゃんいるかな。まあ、でこの辺りにいるんだろ。うん。猫様いないよ、さっき。あ、これこっちは何、これ分かんない、こっちは降りてないね。本木、あ、これも本当にあの住宅の方に見えるわ。下道路見えるわ。
ずいこれ。うん、汗が止まんない。最近なんか凄いね、短いね、短いね、育たないで、ソテツ、あ、ソテツか、これヤシとお、これも切られた跡が本当だ。ちょっと開けたら反応しないんだけど、全然。うん、獣道しよか。わかんないよ、もう。とりあえず一通り、うん、あの怪しい箇所の入り口を、うん、なんかいろんな、なんとか口となんとか口となんとか口って書いてあったけどさ、全部覚えきれなくて、うん、そうだね、ま、なんだっけ、万座か富士しか覚えらんね。アメリカなんとか口もなかった。アメリカなんとか口はなんか曰くとして書いてなかった。うん、アメリカなんとか口ってな、なんかさっき石碑みたいなのあったけど、あ、え、これがセンター広場、広場でけーな、でかい。いや、こういうさ、広い地震で、公園系は探索が大変。うん、だって、でさっき言うのあれが、あそこが、ま、あ、昼間は、そう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 、うん、そんな感じ、家族連れで賑わってるやつだけど、あっちから来たんだね。そう。で、もう一個の地図をちょうど見ると。トイレの先なんか、あ、大通り口とかなんかこう。あれ、なんか森のデッキのあたり、ちょっとさっきのスマホ貸してもらっていい？ あ、違う、もう自分の見ればいいんだ。ああ充電がさ、8% か上がってかね、もう最悪、最悪です、もう。ええ、夢、ついに俺のさ、この電話機能のこのさっきのその黒い影が見えたのがこの辺りか、万座か口の、てんてんがさっきここで待ってて、この辺りか、ん、違うな、こっちだ、これだな、これあーっていうか、でかいわこれ、でかい、でっけ、全国地震でマップで、本木山頂公園心霊キャスの方でも見れてた、キャスでも見れてた、まあ一応こ
こういう名前です。神奈川県隠れた人工霊山という名前の心霊スポットにされてるんですけど、幽霊の目撃談が絶えなく、まずここは米軍統治下なる前は日本軍大砲基地でした。山というより丘を利用して作られた要塞。まだ私が小さい頃はその名残が残っていました。現在はきれいにされ公園になっています。本題に入ります。実はこの山頂公園では幽霊の目撃談が昔から絶えなくあります。実は意外に知られてないのですが、自殺のスポットでもあるんです。首吊りなんかが結構あって、中でも焼身自殺が有名ですね。死体が埋められてなんともありました。昼夜問わず出る場所は大かけと決まっています。万座閣寺の階段の上、夕方から夜、登り切った上の目の前にある意味不明な広場の茂み、昼間から夕方、宮原口の上の森、宮原口の上の森ってどこや宮原口、宮原口ってのはどこにあるの、わかんねえなこれ、うん、宮原口、あっちゃここにいっぱい、これ宮原口の上の森、あ、まだ、だからこれまだ行ってないんだよ、全然行ってないね、うん、うわ遠いな、で宮原口の上の森って、それをさっきからあの俺がね、あのこれなんかなんだろうと思って、うん、で、鳥子口の林道と先の広場、夜もう行ってないんで、まだ鳥子口、鳥の子口ってどこにあるの、鳥の子口、え、何言ってんだこの鳥の子口、どんだけ出入り口あるの、いっぱいあるんだよ、だから大鳥具じゃん、でもこれ、ん、鳥の小口だから違うな、大鳥口、大鳥口だよ、これ鳥の小口なんてないよ、昔あったのかな、大鳥口、え、大鳥口、鳥小口の林道と先の広場、夜、先の広場、鳥の、これの間違いでしょ、だから先の広場のあたりいたじゃん、うん、いたよ、公園のあたり、うん、で本木小口と本木神社でしょこれ、うん、神社口と、うん、これのこと言ってんでしょ、あのこっち行かなくちゃいけないよね、で本木一望できるとこ深夜だから、その展望台でしょ、うん、人工科の展望エリアの奥2箇所だから、牧場の丘でしょさっき言った、うん、だからまだ行ってないのが、宮原口の上の森、ここ行って帰ろう、あ、なんかこっちがやばそうだね、寺もあるし、寺があるんだよな、そう寺があるんだよ、で一回通るでしょさっきのところの、うん、寺があるんだよな、なんだこいつは、寺があるって、ここの辺り、あ、気持ち悪い、和田岡の山、じゃあ、そっち行って、うん、ちょっと待って、とりあえず全部一回止めるね、うん、ブリ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 、ガラ
怖い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 、あちょっと、やっちゃった。レゲエダンスで激しいんですよ。